蛇の尻尾ってどこからどこまでなんだろう。蛇ってどれくらい昔からいたか知ってる？なんと1億年以上昔、中生代の半ば頃から。蛇ってもともとはトカゲだったんだけど、小動物を土の中まで追いかけてったりするうちに手足がなくなったって言われているよ。ところで、蛇にもうんちやおしっこをする穴がある。卵もこの穴から産むんだけど、ここから先が尻尾なんだよ。お尻の穴から後ろが尻尾。今日も見てくれてありがとう。また明日ね。バイバーイ。